かんぴょうエール、ウリタルリよ。私が住んでる下野市を紹介するわね。下野市が位置するのは栃木県の南部、真奈美の地元餃子で有名な宇都宮市と、野乃花の地元いちご生産量日本一の真岡市、この2つの市に隣接しているのが下野市なの。栃木県で一番面積の小さな市だけど、国道や高速道路も通っていて、 JR の駅も3つあるから交通の利便性がとてもいいの。だから東京へのアクセスも楽々。3つの駅周辺の住宅街はベッドタウンとしても人気の街よ。下野市は歴史と先進医療の街であり、自然環境もよく水がきれい。おいしい農作物もたくさん作られているわ。特にかんぴょうの生産量は日本一、下野市が誇る名産品よ。